ね、この間、ミキと一緒に旅行どこ行くって話したのよ。で、ミキがめっちゃ韓国がいいって言って、で、私なんか日本で温泉とかがいいって言ってたの。でわかさ、る。その、間取るってめっちゃむずいじゃん。海外わ行かきるたいよ。友わか達る。と。わかだるかよ。ら、結局ね、じゃあもう思い切って沖縄行こうって言ったの。わかる。わうん。かるよ。で、沖縄ね、行くって決まったのはいいんだけど、だったら、結局どっちもやりたいことできてないってなったの。わかるよ。ミキは韓国でエステとか、あと買い物とかしたいし、で、私は日本の温泉でゆっくりしたいし、みたいな。意味わかんないじゃん。沖わか縄る。でコスメ買って、じゃあお風呂入るのって話じゃん。わかる。で、沖縄だったらさ、スキューバやりたいねってなって、結局、なんかスキューバと、あと、美ら海行って、あと、首里城行って、とか、あとなんか、国際通り行って、買い物しようか、みたいになったの。ね。わかる。え、これってさ、結局、どっちものいいとこ取れてないじゃんって、今なってる。なんだろう、わかるよ。わかこの、る。ね。体力使う。沖縄は沖縄で楽しいんだけど、だったらさ、一緒に行きたいじゃん。わかるわかる。ね。わかるよ。沖縄行きたい？わかるね。ね、沖縄さ、たくみくん、あのね、なんかさ、1月さ、休み取れない？うん？ 1 月とか休み取れない？ああ、1月。ああ、ま、ああ、ま、取れなくはないけど。だったら旅行行きたくない？ああ、わかるわかる。それね。はわかる。ああ、でも2日間は無理かな。2日は取あ、れない。じゃあさ、1泊2日だったらさ、なんかさ、近場とかでもいいよね。ああ、近で場も良くない？2日は休み取れない。あ、1泊2日でよくない？どういうこと？2日休み取れないってどういうこと？あ、仕事終わった後さ、どっか泊まりに行くのよくない？ああ、でも。で、泊まり行って、なんか、ちょっとホテルで楽しむみたいなのとか、あとディズニーもいいよ。まあ、わかるよ。わかるわかる。ディズニーでいや、さ、わかる。わかるけど、ランドとシーだっいや、たらさ、わかる。わかるんだけど、だったら二日ちゃんと休み取れるときに行った方がいいと思う。なんか、中途半端になりそうだ。じゃあさ、1日だったらさ、ディズニーにしようよ。ディズニーでよくない？じゃあ。ああ、わかるよ。わかる。ねえ、私ね、ランドシーだったら、ランド 7C3。わかる。ね。でもさ、なんかカップルで行くんだったら C って感じもする。わかる。ね、子供連れだったらね、絶対ランドだと思うんだけど。まあ、わかる。ランドでもね、普通にお酒飲めるらしいよ。ああ、わかるわかる。なんかああ、良そうくなない？そう。C でもさ、朝から飲むの良くない？ランドでの。も。今ってそうなんだ。ランドも飲めるって。よくない？わかる。いいね。あれ絶対行きたい、ソアリン。ソアリン知ってる？世界観変わるんだよ。なんか、ソアリンって、なんかね、4段階になってるの、こうやって揺れるブランコみたいな感じが。で、一番上乗れたらいいんだけど、一番下だったら前の人の足見えちゃうの。プランプランプランって。わか、ね、ああ。上乗りたいよね。わかる。ね。鎌倉行きたいね。ああ、わかる。いいよね。江ノ島も行きたくない？ああ、わかる。いいよ箱根ね。も行きたい。ああ、わかる。わかるわかる。それもわかるだったらさ、木更津とかもいいよね。関東近辺だっわ。ああ、たら。まあわかる。悪くないよな。なんかさ、なんか都内の知らないさ、場所とかもいいよね。確眠いね。かに。ああ、全然眠くないよ。大丈夫。なんで？暑いね。全然暑くないよ。なんで？
寒いね。別に寒くないよ。なんで？今ちょうどいいね。ああ、わかる。本当にわかってる。のさ、なんか、全然ね、一泊せずにね、京都とか行っても楽しいらしいよ。いや、でも、なんか、せっかく行くなら、なんか日帰りとか、せかせかしいって感じはするけどね。あ、そう。うん。だったら、やっぱ関東近辺になるのか。ああ、わかる。あれ？熱海は？ああ、熱海なんて絶対ゆっくりした方がいいよ。もうせかせかしいから、絶対。だったら、なんか埼玉とか？神社巡りとか。なんか、ああ、まあ、わかる。香取神宮とかさ、鹿島神宮とかさ、神宮系いいよね。まあまあ、わかる。三峯神社って知ってる？山の上にあってさ、あれ、雲海？雲のやつ見えるらしいよ。どこも行きたくない。ああ、どこも行きたくない。せっかくの休みだから。君と会いたくない。せっかくの休みに。疲れるから。すっごい疲れるから、やだ。爆発した。もうすごい一方的に喋ってくるから、いつも。適当に相槌しても気づかないし。知ってた？俺がわかるしか言ってないの。ほとんど。めちゃくちゃ続けてるよ、いつもそれで会話。わかってないよ、俺なんも。でも、すごい喋るよ、変わらず。サンドバッグだと思ってる、もしかして俺のこと。何言ってるかわかんない。なんでわかんないんだよ。わかんない。サンドバッグじわかゃん、んそない、わかんない。れ。サンドバッグわかんない。どういうこと？ああ、いやいや、だから、もう俺が何も言わないのに、ずっと話し続けられるって、まるで一方的に。一方、何？わかんない。だから、俺が一方的にな、何も言わないのに一方的に喋れるって、何も言わないサンドバッグずっと投げれるのと一サン緒ドじバッグ。ゃんってこと。わかんない。ちょっとごめん。ゆっくり喋る。わかんない。おい、逆にこいつ何にもわかんねえじゃん。何にもわかんねえんだよ。だからもう相槌わかるしかしないの。だからあなたが何にもわかんないから、俺はもう気がついたらわかるしか言わない男になっちゃったの。それは、最近の話。わかんない。分か何？ろうとしろよ、逆に。わかんない。逆に分かろうとしろよ、もっと。なあ。わかんない。だからもう、あなたがね、もう分かんない、分かんないばっか言っ私がわて、かんないって言うから、あなたがあなたが、わかるって言う分から、かん私ない、が分わかかんないばっんない。かり言うわかかんら、ないっ僕ては言っもう何てるも喋から、れなくなっ今て、になっ気がてわついかたんない。ら、分かるという、もう、そのだ無難から、わかんなない相ってなん槌しで、かしない男になったの。オッケー、箱根にしよう。何も分かってねえじゃん。やだ、別れよう。